新型コロナの感染拡大で猛暑にもかかわらず外せないマスク。そこで暑い夏でもつけやすいマスクに人気が集まっています。こちらの接触冷感の不織布マスクが人気です。このように見た目は他のマスクと変わりはないんですが、熱を吸収しやすい加工をしているので、つけた時にひんやり感を感じることができます。肌の熱が生地にすぐに伝わることで冷たさを感じる接触冷感。ウレタンマスクの接触冷感タイプは以前からあったものの、今年6月上旬には不織布の接触冷感タイプが発売され人気です。マスク全体の売り上げも伸びています。コロナ禍の中で引き続き需要が高く、7月の売り上げですと前月の売り上げの約 1.1 倍ほど需要が伸びております。もともと需要が高かったんですけれども、静岡県でのコロナ感染の拡大の影響がやはり大きくて 1.1 倍に伸びていると思います。デルタ株の蔓延が止まらない中、暑い夏でもしっかりと感染対策を行う必要があります。